あ、またうんなんかあのこれ大好きでしょ。そう、え、なんなんですか、俺も食べたいとかっていう。あ、本当ですか。そう、コメントをいただいたりとか。豆もち、豆もちね、これうまいんだよ、これ豆に生きろ。そうだ、ゴーストコンテンツ見て豆に生きろね、出す、うん、これはタイアップ来るかな。来るかもね。メーカー言わないと来ないかもしれない。あ、そうですね、メーカー、メーカーなんて、あ、イオンです。イオン、いや、メーカーイオンです。だからどっかの、どっかのこのあられ、あられじゃない、このおかきが会社の夜中の工場連を使ってる感じですかね、うん、ああ、そうね、多分ね、うんうん、そうでしょう、うん、ファンキーなカウナでございます。パウチでございます。ゴーストコンテンツです。いや、もうファンキーさん、うん、年末ですよ。どうすんだ。ねえ、いよいよ今年が終わります。あ、いやだ、早い、本当に嫌だな。いや、令和令和ってね、騒いでね、うん、令和と令和かけてわーって喜んでましたけどね、僕らもね。そう、怪談語るやつらは、やつらって言ったら、うん、怪談語る人たちはみんな多分喜んでたと思いますけど、うん、俺なんか怪談語る連中やってたからね。連中そうだ、ね、みんな例の話、うん、例の話、2人揃って口が悪いって、ね、いいんだよ。いやー、ほんで今年のちょっと総括をね、うん、今日はやりたいなと思って、うん、見てる皆さんはちょっとどう思うかわからないんですけど、うん、会談ではなくて今日は総括で一本撮りたいなと思っております、うんうんうん、だからこうお互いのなんか今年の思うことと感想とか、いや、いいと、来年こうしたいなとか、そう、いや、会談ももしかしたらなんかそれに絡みのことが出てくるかもしれない、うん、あ、それはもう思いついたら話していただいて、うん、はい、はい、なんかいいっすね、昔のラジオみたいな、ダメさ、うん、いいですね、こういうの。そうだよ、うん、大事なんだってね。そう、階段だけ淡々と聞きたい人っていうのはなんかその、うん、まとめ、どっかの何かのまとめを見てください。うん、そうですね、そう、うん、そう、過去のやつを、そう、今現在起こってることはこのやっぱこうトークするっていう、そう、うん、これが一番新しいと思いますよ。その通りです。ゴーストコンテンツ、さあ、はい、はい、ゴーストコンテンツに関しては、うん、6月からスタートですね。6月何、21だったっけ。だからちょうど半年か、うん、今はね12月半ばですから、う、うんうん、もう7200、そうですよ、登録者が本当登録者数伸びております。皆様のおかげです。これは本当に感謝ですね。感謝です。はい、もうね、うん、その階段をやるようになってから本当に随分時間が経ったんだよ、これもね。で、前回の屋上の女っていうさ、はい、中でも話をしてるけども、うん、未だにやっぱりその自分自身で 100% はこれはよし、今回のは OK だなっていう出来ってなかなかないね。ストイックですね。ストイックというかなかなかたどり着けないというかね。まあでも高みを目指してっていうことですね。そうだね。なんかこう一つの話芸としてこう認識されるようになるといいなって、その怪談っていう、怪談の語りっていうのもね、いいなと思うわけ、うんうん、その本当のプロの本職であらせられるその先生方、例えばその講談講釈であるとか、落語であるとかね、そういった、はい、先生方もやっぱりその恐ろしい話をされるでしょ。例えば、うん、俺なんか歌丸師匠の「あの重ねが淵」だとかさ、うんうんうん、なんかなってもう本当に面白いと思うしね、うんうん、ファンキーさんそれ前からねおっしゃってますもんね。本当に素晴らしいと思うんだよ、うんうん、だけどそういったものとは違う、こう実際にこんなことがあったんだよっていうさ、うん、その前後の流れを含んでの、含んだ上でのその実話怪談っていう部分ね、うん、実話怪談、うん、そう、だそれをこう聞いていただくっていうのも、うん、本当にこれは平成の後半になってからでしょ、うんうん、そんなことがこう割とわーっとこうもてはやされるようになってきたっていうね。あ、時代の流れ的にというか、うん、あ、世の中がね、うん、あ、だから何も我々がそのプロの話し家さんの真似をする必要はないし、うん、またそれをやったところで全く土台が違うわけだから、うん、ね、うん、その二番煎じとしての部分っていうのは決して誰もその必要としてないと思うわけなんでね。そうですね、そう、自分がやれることをやればいいわけで、その中で、うん、話し家さんにこう扮して、うんうん、やる人もいるのかもしれないけどもさ、うん、だからそんなことでも自分がそれでいいと思えばそこを突き詰めていけばいいと思うんだよ、うんうんうん、
だけど俺はそれはできないから、うん、あくまでもこういう感じでね、じゃあもうだけどもうパチパチって言ってますね、早速言ってます、はい、声からしてねえぞまだそう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 、なんか収録の時になるとね、うん、パチパチあのやなり、まあ、いいように言ってやなりって言ってますラップ音じゃなくてやなりって言ってますけど、うん、そうなんですよ、なんか、うん、なりだすね、そうなんですよね、活気づくんですよ、活気づく、うん、皆さんも元気だから年末でやっぱね騒ぎがしますよ、うんうん、まあなのでその階段を楽しむっていうことにね、うん、特化していただければいいなと思いますよ、そうですね、うん、だからあの、まあ、ファンキーさんの昔ラジオでやってたスタイルも踏襲して、うん、階段バラエティと銘打って僕らはやってますから、これが、まあ、ゴーストコンテンツのスタイルっていうことでご支持いただいての今のところ7000人以上が登録してくださってるという、うんうん、これはもう事実ですからね、ありがたいですね、うん、このままの感じでちょっとずつレベルアップしながら行きたいですね、本当、本当にその通りだと思います、うん、まあねえ言ってもここで42アップし終わったのか、うん、ね、そうですね、はい、うん、あ現状ね、今の時点で、うん、昨日屋上の女アップしましたから、うんうん、そうです、そう42が上がったわけだ、はい、それは半年の間で42、もうこれ編集してくれるパウチ君もすごい、いや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 、もう僕でもね、あの労働をしてなければね、もっとガンガンこう、うん、プロ YouTuber であればもっと上げられるんですけど、そこが皆さんにもファンキーさんにも申し訳ないなと思うところで、いや、とんでもない、ちょっとずつでもあのアップしていきますから、うん、末永くお願いします、いやそうだって仕事が終わってからやってくれたりしてるからね、そうなんですよね、うん、充実してますけどね、おかげさまで、うん、はい、そう言っていただけるのありがたい、いや本当に、うん、楽しいです、いろんな方からねたくさんそのリクエストをいただいたりとかですね、うんうん、またはあのこんな話が確かあったよね的なものでも構わないので、うん、前にも何かでお話したと思うんだけども、もともと階段、特にそれがその実話階段ともなると、こう歴然とお題があってっていうもんじゃないじゃない、例えばこういう事実があって、うん、あ、じゃあこれはどういうタイトルにしようかなってタイトルつけるわけで、うんうんうん、なので割といろんなところにこうアーカイブが上がってたりとか、その海賊版っていう言い方をしてしまうけども、もう僕の知らないところでもうしっかりこう広告がついてね、うんうん、稼がれてる人たちもどうもそのいるようなんだけど、そうなんですよね、だからそういうのじゃなくてこっちを見てもらってるんですよねそうそう、まあ昔のものをずっとこう複製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 でひ孫のひ孫ぐらいに多分今もっと下手すればなってる、うん、とは思うんだけども、うんうん、だけどそのファンキー中村怖い話まとめみたいな感じで挙げていただいてるのは決してあの恨み事じゃないんだよ、うんうん、恨み事じゃないんだけども、だけどやっぱり俺もやるからには新しいものを作っていきたいなっていうのがずっとあったわけでしょ、うん、だけどそれを俺は何回も言う通りね、例えば、うん、じゃあファンキーさんあの語りの収録をお願いしますって言われて、うん、カメラを前にして一人で淡々と語るっていうのが実はすごく得意じゃないんだよ、うんうん、それはね一緒にやろうかって声かけてくださった時もそうそうそうおっしゃってて、そう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 、こう、こういうなんか対談形式でやる方が合ってるって、うん、そうそう、ね、言ってましたね、そうだから前に俺CD でそういうのをこうオーディオブックとして5枚セットかな、うん、かなんかで出した時なんかは一、うん、人で本当はそれを録音するはずだったのに、うん、映像ないんだよ、うん、ね、うんうんうん、あくまで声だけで録音するはずだったのにそれが得意じゃないからって星野静香呼んだんだからね、うんそうなんですね、そうだそうだ、そう、しずくに前にこう座ってもらって、うん、こうやったり取ったり的な感じで相づちを打ってもらった、あ、そういう感じなんですね、そうだそうだ、なるほど、そう、彼女も忙しいところでわざわざ来てくれてやってもらってさ、うんうんうん、で、うん、そんなことがねあるぐらいなんだよ、うん、だけどパンチ君に関してはもうまるで本当にこう嬉しい反応があるでしょ、うん、嬉しい、まあ、リアクション的なことですか、そうそうそう、ああありがたい、嬉しい反応、そう嬉しい、階段的にとっても美味しい反応がいただけるし、ああ嬉しいです、うん、よかったよかった、だからね特にやっぱりこのガタイでしょ、うん、ね、そうなんですよこのガタイなんで俺よりちっちゃいんじゃ困っちゃうからさ、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、あ、そうです、対比でね僕の、うん、常に僕の方がやっぱこう大きく映ってると、うん、キャシャに見えるってことでしょ、だから要はそんなことは言ってないよ言ってないそうじゃない、これカットだな、これカットだな
年末っていつも出かけます？そういえば大晦日とかなんかどっか行く、必ず行ってるとかあります？あのね、俺はね基本的に行く年来る年を見たい人なんでね。うん、わかります。うん、うんうん、それで、あ、日が明けたっていう、おめでとうっていう、うん、まあその瞬間にパソコンとか携帯がうわーって鳴り出すじゃない。うんうんうん、いろんなお祝い、あ、皆様からの、うんうんうん、それで一段落してから鎮守様にまずお参りに行ってっていう感じかな、うんうんうん、あ、なるほどね、うん、いや僕もそのね、やっぱ家で過ごしたいっていうのがあって、うん、そのね、なんかまあテレビ見るなりで、お笑いもあるじゃないですか、うん、あと、あの笑ってはいけないを見るとか、うん、あるんですけども、昔からねやっぱりあの家でいて、うん、で実家の時はこたつあったんで、うん、こたつに入って、うん、全部身の回りで片付くようにセッティングして過ごすとか動かないっていう。そう、僕前にバンドやってたんですけど、うんうんうん、それで一回カウントダウンライブに出たことがあるんですよ。もうね、苦痛でね、なんかドラム叩いてる最中はまあ楽しいんですけど、うん、いやこれ家にいたいなって本当に苦痛でした。なるほどね。僕もそういうタイプなんで、バンドがそもそも向いてないんですよ多分ね、うん、それで本気でやるのはやめましただけどバンドやるんですよ。あ、来年ね。あ、そうね、バンドは、うん、その話をいただいて。そうなんですよ、ハーチ君ドラムは、ドラムセッション入ってもらって、はい、もう何年も叩いてないですけど、多分すぐ復活すると思います。多分そう、ちょっとね、昭和のね懐かしい部分をいろいろといじくっていこうかな、うんうんうん、いいですね、うん、ね、楽しみです。なんかやっぱね、全ては僕ね、うん、僕ね普段パウチューブっていう YouTube をやってるんですけど、うん、面白い、こうです、そ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 うです、ぜひあのチャンネル登録お願いします、うん、まあまあそれはいいんですけど、あの特撮のね、うん、仮面ライダーと戦隊とウルトラマンとか、うん、であとまあ自分で T シャツ作る様子とか、うん、塗装とか改造とか、うん、いろいろ全般やってるんですけど、やっぱねその発信してからなんですよ、いろいろこう変わっていったっていう、うん、当然ファンキーさんとの出会いもそうですし、うん、あのファンキーさんのライブに一回ね、パチパチ、ほんとすごいですね、うん、興奮してますね僕が話してるだけなのにそう、それでファンキーさんのライブに行った時に、うん、僕が何もしてなければ、うん、また来ますファンキーさんって言って、あ、うん、どうもで多分終わってたんですよ、うんうん、で、あれが僕が YouTube っていう場で自己表現をしてたことで、うん、でそのファンキーさんのライブの様子話させてもらっていいですかって言って、うん、あ、いいよって言ってくれて、うん、でそれを作った動画を見てくれて、うん、あ、いいかもって思ってくれたんでしょ。うん、そう、もちろんそれもあるし、うん、あの時にほらお互いにこう、うん、挨拶した時に、うん、YouTube やってるんです、 YouTuber ですって聞いて、うん、あ、 YouTuber、うん、そうなんだ、前も言ったけどさ、うん、YouTuber、うん、そうなんだ、あ、じゃあビトン1店舗丸々買っちゃったりしてるよ言ってましたね言ってました言ってました、そう、爆買いのね、爆買いの、うん、うん、まあ、それほどの収入はないで、ね、まあ、できないですけど、それは それでやってたからこそ、うん、なんかこうやってつながって、うん、でそれをやるやっていく上でなんかいろんなね、そのゴーストコンテンツ見てますっていう人とか、うん、あとパウチューブも登録しましたっていう人も増えてくれたので、うんうんうん、やっぱ自己表現ってすごく大事だなって本当に思ったっていうのは僕の今年の総括ですかね。やっぱりアピールだね、うん、アピール、うん、アピール、そうですね、うんうん、熱意を持ってこう伝えていくっていう、これが大事だなと思って、うんうんうん、何もやらないと結局その場で足踏みってだけなんですよね、うんうん、進んでいかないんで、うんうん、まあ、そんな偉そうなこと言えるほどじゃないですけど、なんか良かったなと思って、うんうん、あの時にもともとパチ君と知り合うきっかけになったあのイベントっていうのは、うん、町田のね、うん、沖縄 の、 あのお店、未来カレーさん、はい、沖縄料理屋さん、沖縄料理屋さんだったんです、うん、でそこで開催することになったんだけども、もともとその、そこをこう仕立ててくれたっていうのかな、そこに、そこでファンキーさんやりましょうよって言ってくれた、うん、人もいたわけでね、うんうん、そう、野口くんっていう、うん、沖縄出身の彼だったんだけど、だ最近あんまり連絡がこう取れなくなっちゃって、元気でいるのかなっていう感じではいるんですけど、うん、やっぱり縁なんですよね、誰かのその絵の、その輪の中にこうどん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 こう入っていく。そうですね、うん、それによってのことなので、そうですね、本当、うん、感謝ですね、うんうん、いやだから何が起こるかわからないんですけど、うん、何が起こってもそれをつかめるように準備しとかないとダメなんですよね、うん、そうだで
結構来てると思うんですけど、それを素通りさせるか、そこでわって反応できるかっていうので、うん、変わってくるんだろうなって思いますね。そうだから、もうなんか何万回も多分聞いたような話だと思うんだけど、チャンスの女神様に後ろ髪はないよっていう、おーすげー、うん、いいですねそれ、うん、そうそうそう、だからそういうとこ通り過ぎてしまうって、後ろからこう掴めないっていうか、うん、女神様の髪の毛掴むってどうなのって、ね、もうその時点でもうダメですよ、そう思うし、うん、こっから後ろの髪がない女神様っていうのもすごいと思うの、あの RG さんの細川たかしの逆ですねこっちだけっていう、そう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 、だからチャンスは本当にいろんなところに実はその転がってるのかもわかんないけど、それをいかにこう掴んでものにするかっていう部分だと思うしね、うん、そうですね、うん、来年もきっと僕らにも、僕個人にもですけど、うん、ファンキーさん個人にも、うん、いろんなチャンスが多分あるんでしょうね、うん、それを掴んでいきたいですねやっぱりね、そうそう、うん、俺ね、そう、それで思い出したけど、来年はね、うんうん、来年の最低でも夏に間に合うようにしてちょっと沖縄で商売始めるんですよ。お、商売ですか。そう、沖縄を拠点にして、うん、まあ、それが那覇になるのか、うん、茶壇になるのかは分からないんだけども、うんうん、おそらく那覇になるんじゃないかなと思うんだけどね、ちょっと始めるんです、どういう商売ですか、言える範囲で、うん、レンタカー会社を始めようと思って、あ、車関係や、うん、ファンキーさんといえば、ただね、そのレンタカー会社ってね、実はその沖縄なんかでもね、うん、まあ、北海道でもそうだけどもね、うん、星の数ほどあるんだよ。あ、そうなんですね。あるんで、あ、観光地やからか。そうそうそう、あるんだけども、はい、まともな車を1台その借りようとすると、うん、結構な金額になるんだよ。あ、そうなんですね。そう、それで俺がやろうと思ってるのは、ある一つの車種に特化した、うん、うん、その車種以外ないよっていう、おー、うん、その車好きな人にはいいんじゃないかなと思う感じなんだけどね。あの、ミニをね。あ、ミニ大好きですもんね。そうそう、ミニ、ミニって言っても昔のあのクラシックミニじゃないんだけども、うん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 、ミニだけを集めたレンタカー会社をちょっと始めると、うん、ああ、なんか良さそうなんじゃないですか、うん、でそれをもう本当にその乗用車、国産乗用車にちょっと毛が生えたぐらいの金額でお貸しできればなっていうんで、うん、うんうん、そんなのをね、やろうと思ってます。あ、なんかでも沖縄の街並みにも合いそうですね、なんかね。そうなんだよ、うん、だけどまともに向こうで本当に会社のレンタカーなんて借りようと思ったら1日6万とか7万とかするのザラにあったりする。そう、うわー、そうなんや。そうそうそう、だからこうけ、なんていうの、新婚旅行なんかでこう行った人たちが1日2日借りる分にはもう本当に、うんうん、記念だし思い出に残るんだしいいんじゃない、うんうん、って言って借りるわけでしょ、うん、奮発してね、うん、ポルシェ借りてみたりさ、マスタング借りてみたりするんだよ、うん、ね、でもそれでオープンにしてさ、うん、女村なんかな、あの海辺の道路なんかバーッと走るわけでしょ、うん、でもナンバーレンタカーナンバーなんだよな。あー、そっか、あー、そこね、うん、そうじゃない。だすると、まあ逆な言い方をすると、あー、高い金出してそんな車借りちゃったんだっていうふうに思われちゃったりもするわけだよ、場合によっては。なるほどね。そう。だけど、ミニだと、うん、あんまりそこまでの、こう、気持ちにはならないかなって思う。同じそのレンタカーのナンバーがついててもね。あ、なるほどね。そうそうそう。見た目が可愛いですもんね、ミニってね。そうそうそう。だから、ミニのオープンのモデルをちょっとこう用意してみたりとか。うん、うん、うん。あ、良さそうですね。そんなことをね。あの、借りに来てください。うん、ぜひぜひ。海中道路でしたっけ、あの海のこの上を、そう、ね、あそこなんていいんじゃないですか。そう、うん、行ったことないですけど話でね、これ聞いてて、そして突然ゲリラ豪雨に見舞われて、あザバまあ、それも思い出ですね。そうそうそう、うんうん、なので、そうだな、令和元年の今年の一文字、うん、どどん、何いきますか。あ、新しいという字一文字書いて死んだな。あ、いいですね、うん、あ、いい文字、うん、うんうんうん、その新しいことを取り組ませていただいて、うん、で新しいご縁にも恵まれて、そうですね、うん、はあ、ゴーストコンテンツもアカウントは、うん、ギリギリ平成で作ったんですよ、うん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 、なんとなくこう時代をまたぐ感じが欲しくて。あ、そうだね。で、動画配信しだしたのは令和なんですよ。そうだそうだそうだ、そうだから平成から
やってるっていうね。そう一応だ新しいこと、新しいことまさにした新ですよ。新だよ、うん、そう。パンチ君は、僕はね、いきなり振る一文字予定なかったんだよこれもうほらそうやって入れることで今のカットできなくなっちゃったから僕のこの悩む情けない様を一文字どうしようかな、うん、ポケモンに一文字っていうの知ってる？知らないです。一文字関係ないけど一文字一文字、へえ、ポケモン流行ってますね、うん、今ポケモンに話題をすり替えようとしてますよ巧妙にポケモンやってるんでしょみんなね。僕はやってないんですけど。ポケモン GO、うん、ポケモン GO、 あとあれも面白いよ今の新しいスイッチの、ああ最近出たやつですよね。そう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 、なんかツイッターが一時期ポケモンの画像ばっかりになって、僕のその特撮関連のねフォロワーさんたちが多分いっぱいやってて、うん、うわみんなポケモンやってると思って、うーん、誰か一人ぐらいなんかパウチさんポケモンっぽいですねって言わないかなカビゴンっぽいよ誰がカビや知らないけどカビゴン、カビゴン、うーん、それは可愛いんですか？可愛いよ、でかいけど、あじゃあ OK です。あでかくて可愛いはいいですね、うん、いいイメージですね、うんうん、でかくて狂気的っていうと、なんか本当にやってないんだよ、知らないんだよ本当にやってないんですよ。僕のね弟が昔 ねゲームボーイでポケモンやってて、ゲームボーイやりました。 でそれでなんかね僕、あ俺はまあじゃあいいか弟やってるからっつって離れたんですよ、うん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 、だからもうポケモンといえば弟のものなんですよ。うん、今は知らないですよ。ゲームボーイからのファンですかポケモン？ファンっていうかね、うん、ゲームボーイの時に、うん、なんかすごい流行ってるよねって、なんだポケットモンスターって、うん、って言って、うん、やったんだよ、うんうん、だ面白くてさ、すごくさ面白かったんだよ。で育てていくんですよねあれ。そうで対戦したりね、うん、まあ、一応アドベンチャー的なこう、うん、内容にはなってんだけどさ、うんうん、で最後に150匹、うん、全部であの頃はね150匹いたんだよ。で、うん、151匹目ってのがいてさ、ミュウっていうさ、うんうん、この可愛らしい可愛いのがいるんだけどさ、うんうん、それを150匹集めると、うん、そのカセットを任天堂に送ると、うん、ミュウを入れてくれて送り返してくれるっていう、ああデータをこう入れ替えて、そうそうなんだよ。おそうなんだけど、でもそれって実を言うと、うん、任天堂が入れてくれるわけではなくて、最初からデータに入ってるものをこう、うん、出してくれるわけだよね、うん、そういうことなわけで、鍵開けっていうか、そういうことなんだよ。あでそれを実は任天堂に送らなくても、うん、自分でこう呼び出す裏技があるって言って、おうん、俺ねそれをやり方をね忘れちゃ、もう詳しいのを忘れちゃったんだけど、うん、俺はそれで手に入れたの。やったんすね。そう、150匹全部集めて、うん、それでね、あ集めたんですか？集めたの。でね、なんかのねそのボタンを押しながらカセットを入れたまんまで電源を何回か入れたり切ったりするんだよ。そうするとピコーンと音がして。うん、こう150ピリメートルミュウが入ってるっていう。ああ、自分でやるにもやっぱり集めないとダメなんですかそれは？条件として。そう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 、うん、なるほどなるほど。カセット抜くんだよ電源入れたまんま。おそうだけど、それをやると、うん、その何回以下に1回の割合で、うん、データが全部初期化されるっていう、あもしくはバグっても壊れてしまうっていうね、うん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 、そんなリスクがありますよって、だから進めないですよみたいなことを、うん、当時はインターネットなんかないから。ああそうですね、うん、そうなんかのね、そういう裏技も、うん、裏技のなんか変なゲームのあれ、辞典みたいなありましたよね昔。そう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 、裏技辞典、そうそれ出てたんだよ。それで俺ももう全部集めたし、ある程度もうみんなレベル100レベルまでずっと上げてたので、うんうんうん、もう万が一消えたってしょうがねえかと思いながらやったら入ったんだよ。あーすごい。で入ったんすかって言ったら入ったよって、うん、いやいや俺もやろうって言った返事がみんなデータ消えてた。うわーすげえやっぱ持ってますね。そう、だからやめろって言ったのに。あまあでもやらないと気が済まないからね、そういうのね。いやほんまに一文字漢字どうしよう。なんかねでもね、うん、薬師の薬とかもなんか普通やしな、生命力のせいとか、うん、いや何かな、発信の発かな、うん、発信の発ですね多分。発だ、発信していくっていう発です。いいね、はい、あのいろいろくすぶってるだけじゃなくて、うん、動画やりだして、うん、
いろいろ変わっていったなってさっきの話なんですけど、うんうん、だから初ですね僕は、うんうんうん、はい、真と初ですね、うん、はい、発信でいいじゃない、発信、発信、あ、ほんまや、本当は字が違うけども、うん、だけど新たに発する、うん、あ、発して新たに得るっていう部分で発信でいいじゃない、発信や、うん、じゃあ発信 T シャツを来年出しますゴーストコンテンツ発信 T シャツっていう、これね本当に美味しいよ、うん、これねもうあの3回前じゃない2回前の収録かな、うん、からファンキーさんがもうこればっかりなんですよ、ずっとこのね黒豆かな、うん、入った、でも、ね、実際美味しいからこれね、うん、みんな食べた方がいいですよ、うん、日本人はやっぱお米です、おかきです、やっぱこういうね、うん、そのスーパー、これイオンのトップバリューでしょ、うん、トップバリューです、こういうねやっぱり PB 商品ってね、うん、プライベートブランドすごいすごい厳選されてるんだよ、うん、あ、そうですね、うん、うん、でも俺はマヨネーズが好きなんだけど、マヨラーではないよ、うん、うんうん、これは出れないからねマヨチュチュ、うんうん、だけどマヨネーズも俺はもうずっとキューピー一筋だった、うんうん、だけどねトップバリューの方がうまいんだよ、あ、そうなんですね、うん、すごい、じゃあキューピーの工場で作ってるんですかね、違うのかな、違うと思う、味の系統はやっぱりほら違うもんね、違うんですね、あ、うん、もうあとセブンイレブンの金のシリーズも、うん、すごい、美味しいしね、金の食感なんかすごいぞ、うん、セブンイレブンのウインナー美味しいですよソーセージ安くてねすっごい美味しいです俺一時さセブンイレブンのある弁当コーナーに売ってる、うん、あの焼いてこうパックになってる餃子、うんうんうん、あれにハマったことがある、あ、そうなんですね、美味しいですか、すごい美味しい、へえ。まあチンするわけだからその、うん、カリッとした感じはどうしてもなくなっちゃうけど、うん、だけど、うん、すごく美味しかったね、皮なんかももっちりしてて、あ、もっちりいいですね、うんうん、もっちりって言葉がいつの頃からか流行るようになったよね、うん、あ、そうですね、うん、山崎ダブルソフトからですか、そうか、もちもち知らんですよ、僕小学校の時からもうダブルソフト好きすぎてずっとあれやったんですよ、ダブルソフトね、あれか軽くトーストすると美味しいんだね、うん、ね、そう、うん、でこうふわーっと割ってね、うん、で湯気は出ないか家庭ではあれ CM かそうそう誰が興味あるんですかこれダブルソフトの話、うん、そういえばあの僕らが収録で使ってるこの陶器の宣伝していいですか、うん、これあの僕の親父が作ったやつでして、そうなんだよ、父は陶芸家なんです、で無事で陶芸をしております、概要欄に何か情報あれば、なんか上げてあげて、はい、もうぜひ すごいんだぞ、素晴らしい、そうですよ、うん、陶器好きな方あの宇治で売ってますのでぜひ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 ご購入を、なんかそんなようなあれもこうあれだね、ちゃんとこう通販のなんかグッズの、うん、グッズをね来年はやるぞ、いろいろそうやりますよ、うん、いろいろ本当にあのね、このまあゴーストコンテンツをやり始めたというか、まあ、あのパウチューブのつながりで、うん、松本ジョゴさんっていうね、あの子供用の島次郎っていうキャラクターいるでしょ、うん、あの島次郎絵本をもう12年描いてらっしゃる絵描きの方がいらっしゃって描いてくださったんです、これ似顔絵ね、僕らのいいでしょうこの絶妙になんかちょっとダークでポップでっていうこのねゴーストコンテンツのこのね雑談の感じ、まあ、怪談バラエティっていうのを本当にうまく書いてくれてるなっていう、これをいただきまして、こう直筆、ジョゴさんありがとうございます、ありがとうございます、本当にでこれファンキーさんもね僕もすごく気に入りまして、これを使ってのグッズ T シャツとかステッカーとかも、うん、もちろんですけど他にもいろいろ来年はちょっとね、うん、手広くであの通販サイトを立ち上げて、うん、そこで売っていくっていうのをやっていきたいなと思ってます、これもだからつながりですよね、素晴らしい、うん、なんかこうやってつながっていくのは嬉しいですね、本当だよ、うん、ありがたいことだ、ありがたいです、やっぱりご縁だ、ご縁ですね、うんうん、そうなんだよ、そうです、やっぱり大事にしないと人のつながりはね、うんうん、こっちの意識もありますよね、もちろんね、向こうからさっきの掴むっていう話じゃないですけど、うん、来てくれた時にこっちがおーって言えるかどうかっていう、そうだな、うん、あの常にその間口を完全にこうオープンにしといて何でも来いてはダメなんだけども、うん、ダメですダメです、うん、だけどそのフィルターをある程度目を粗くしとかないと、うんうんうん、最初から細かい本当に針の穴のようなね、うん、フィルターをつけとくと何にもやっぱりこう入ってこない、そうですね、うん、ただね、うん、
やっぱりなんかその見極めって必要なんだよ。うん、そうですね。そうなの。はい、それは思います。だから俺自身もやっぱりもともとこう、あ、本当にこう仲間、彼はなんだかんだ言ったっても仲間から揺るぎない部分だなと思ってた人たちが、うんうん、思ってた人たちがじゃない人が、うんうん、実はもう今の今になってね、つい本当にこの幸頃になって、実はもうとんでもないその絵図を描いてる男だったっていうことが分かっちゃったりとかね。おーおーおー、うん、そんなありましたか。あるある。じゃあその今となって、じゃあそれをどうするんだって言われても困るんだけどさ、やっぱり見極めがこう至らなかったのかなっていう部分はあるよな、そこはね。うん、そうですね、見極めとかあと距離感とかね、すごく大事ですよね。うん、これはもう決してこういう階段のことだけにとどまらず、うん、ね、学校、うん、またはその、まあ、職場であったりとかさ、うんうん、何でもその人が集まるところっていうのは何でもそんなもんだと。そうですね、うん、いろんな人やっぱいますからね、いろんなタイプがいて、うん、いや、いろんなタイプがいないとまた面白くないんだけどね。そうなんですよ、うん、そこがやっぱ見極めなんですよね、うん、なんかすごく変わってるけどいいやつなのかどうかとか、うん、そういうことです、うん、なんか一緒にいてしんどいのか心地いいのかとか、うん、そういうのもね、いろんな要素絡んできますけど、やっぱ見極めと距離感ですよね。大事だ、うんうん、そこは大事だ、うん、パンシ君が、うん、おそらくだよ、はい、まあ新年、うん、令和2年の夏、はい、初夏だね、うん、初夏に沖縄に行くんですよ。で、うん、沖縄に行って向こうで、そのつもりです、うん、いろんなその体験をさせてあげたい部分もたくさんあるんだけどさ、うん、ごめんね、こんなこと言うと、うん、かわいそうだなって思う部分もあるんだけど、はい、多分、うん、いろんな体験をしちゃうからね。あ、沖縄だからっていうことじゃないよ。そうじゃない。こう付き合いをしてると、うん、本当に今まで俺、あ、いいよな別に。うん、あえてね、あえてこれを言うとバチバチ言ってる、ね。うん、ね、言ってますね、うん。うん。今回は足が遅いなと思ってるもんね。足が遅い。うん。なんすか、どういうことですか。要はここまでいろんなこう一緒に収録したりなんだりしてるじゃない。うん、一緒にご飯食べたりさ、酒飲んだりしてるじゃない。うんうん、なのに、うん、なかなか。ああ、うん、今回はパンチ君はなんかガードが硬いのかなと思うぐらい感染度が低い。ああ、なるほどなるほど。あ、そうか、ファンキーさんと一緒にいるとなんか起こるってみんな言いますもんね、うん、そうそう。いや、僕だからね、なんかね、多分守護霊が強すぎるんですかね、なんか、うん、そう、ガードが硬いっていうとこあると思うんですよ。なんかすげえ守ってくれてんなってなんとなく感じるとこがあって、うん、なんか反発、エネルギーの反発があんまないんですかね。だから必要な時に必要なことが起きるのかもしれない。うん、うん、なんかそんな気がしますね、うん、人間って割と何でもかんでもパパッとこうね、そのまま鏡のようにこう反映してしまう、うん、まあ、もちろんそういう人もいればさ、うんうん、そうじゃない人たちもいるわけでしょ、うん、するとパンチ君は割とその必要な部分だけをこうチョイスして、うんうん、なのかも、そういう体質なのかもしれない。ああ、かもしれないですね。俺本当にもうこんなこと言うともう気の毒だなと思うんだけど、あの吉田照美さんでさえもそうだったからね。ああ、そうなんですか。うん。なんかありました、いろいろ。吉田照美さんは、うん、いやもう俺はないんだよねっていうのが、うん、常に上毒だった。うんうんうん。うん。もう俺はそういう経験が全くないんだよって言ってたのに、うん、彼の番組、ラジオ番組で2年目に出た時に、うんうん、いや実は前回のファンキーさんとここでそんな話したでしょって、うんうんうん、あったんだよあの後って生まれて初めてなんだけど、うん、生まれて初めてやったんですか。うわすごい。どっかのそのホテル、名古屋だったかな、なんかのその仕事行ってそのホテルに泊まって、うんうん、ちょっとね嫌な目に遭っちゃったんだよねって言ってた。へえ、そう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 。だから割とそういう人が少なくないですよ。あ、今までそんなことなかったのに、うんうんうん、なのにそんな目に遭っちゃったよっていう人がね、多い。もう一回会うだけでやっぱそうなることもあるんですね。うん、その人によってっていうことなのかな、うんうん、まあ、たまたまタイミングなのかそれは分かんないけどね、うん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 、
そうなんだろ。そう、今のとこ目立ったことはないですね。なんかそのバチバチ来るとか、うん、あ、なんかいるなって思うとか、うん、そういうのはありますけど、うん、前のそのシビーさんのこともあったしね。あ、そう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 、あの時の話ね、すごかったですね、バチバチって、うんうん、あんま目立ったことないですね、うん、でその耳で聞こえるか見えるか感じるかっていう、大体、うん、この3つに分かれるんだよ、その、うん、あの霊体験っていうのかな、うんうんうん、だからパウチ君の場合は割と感じる方なのかもしれない。そうかそうか、うん、そういうことなんですね、うん、あ、そうそうそう、こうバチバチっと来たとかっていうこと、うん、逆のこと言うと俺はあんまりないもんね。あ、バチバチってですか、うん、おー、ファンキーさん見る聞く両方ですか。そうだね、見る聞く、え、でも感じるもあるでしょ、結果全部でしょ多分。まあ、結果的にはそうなのかも分かんないんだけど、だけど、うん、どっちかっていうとじゃあその比率だっていうとやっぱり見る聞くが多いかな。見るが一番かなやっぱりな、うん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 、一番嫌なパターンだよそうですね、見ちゃいますもんね、視覚として残るし。ゴーストコンテンツ、本当にね、皆さんにご支持いただいて、うん、ありがたいなと思ってます、うん、本当にね、うん、感謝感謝で。そうですね、そうだよ、皆さんが見てくださらないと成り立たないですから、うん、僕ら二人でね、おっさんが集まってゴニョゴニョやっててもそれは僕が楽しいだけで終わっちゃいますからねみんなで楽しくやりましょう、うん、ということで、来年もどうか、うん、よろしくお願いします。ゴーストコンテンツ、はい、良いお年を、良いお年を、良いお年を、あ、そうですね、良いお年を、それでちゃんと言っとかないと、うん、良いお年を、はい、え、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴロゴロアネティマゴアヒカリンドティマゴアヒカリネサドノドスンドヤネドノドスンドヤ主に雑談で終わりましたね、うん、これでも受けが良かったら、うん、今後もあるかもしれないですね。だね、うん、全然いいと思います、ね、ありがとうございます、うんうん、いろんなまた可能性の一つですよね。おいしいわこれイオン行くたんびに買ってこようと思ったのに、そのたんびに忘れてくる。ああ、そうなんですね、うん、まあ常に用意しますから収録の時は